パリ・サンジェルマン010西友リーグ、第3節、リーグ1第3節のパリ・サンジェル対マルセイユが現地時間13日に行われた。ミ・ワイチ・レイで、アウェーのマルセイユが勝利した。マ・セイユの DF、酒井宏樹は、フル出場、DF、長友佑都阿部、チーリシタが出番はなかった。今シーズンの、シューサッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1、月無料お試し実施中、第3節にして早くも対戦、ることになったパリ・サンジェルマンとマ・セイユ。フランス伝統の大一番ということで、番から両チームは激しくぶつかり合った。先、したのは、アウェーのマルセイユ。31分、パイエのリーキックにとバンが合わせて、リードを奪う。パリ・サンジェルマンは、主導権を握るが、かなか追いつくことができない。マルセイユ GK、ダンダの攻守もあり、チャンスを作って、ゴールが決まらなかった。右サイドバックで、罰した酒井は、幾度も、ネイマールと、マッチや、プして奮闘。体を張り続けた。アディショナル、イムには、さらに両、チームともヒートアップ、チームとも二人ずつ退場となると、さらに VAR でね、マールの行為もレッドカードの対象に。パリ、サンジェルマンが8人、マルセイユが9人となり、味の悪い形で、試合終了となった。得点者、31分0、1番、マルセイユ、両。